皆さんこんにちは、美里です。ここは近鉄の大和八木駅です。高架のホームに近鉄大阪線、地上に直角に交差して橿原線のホームがある奈良県橿原市の駅です。今日は近鉄の観光特急しまかぜで鳥羽まで乗車します。大和八木駅から賢島行きのしまかぜで乗車する場合、京都始発のしまかぜもありますが、今回乗車するのは大阪難波始発で、大和八木駅11時11分発の賢島行きのしまかぜ。ということで、私の乗るしまかぜが到着。先頭のハイデッカー展望車、すごく見晴らしが良さそう。窓が上下に並ぶ2階建てのカフェ車、後で行きます。ちなみに今回は1週間前に1席だけ空席があったのをなんとか入手できました。それでは乗車します。指定席が取れたのはプレミアムシートの5号車。個室やサロン席以外は全てプレミアムシートなので、しまかぜという列車は全てグリーン車以上のみの特別な特急ということになりますね。2分ほど停車して大和八木駅を発車。次は伊勢市、伊勢市です。3号車には軽食や喫茶をお楽しみいただけるカフェ席と、放送も途中ですがカフェ車両に行ってみます。大和八木から鳥羽までの乗車時間は1時間20分。時間はありそうですが、結構並んでそうなので、とりあえず行ってみることにしました。やっぱりカフェの席は満席のようです。列車の方は桜井駅を通過中。カフェ待ちの列は7人ぐらい並んでいたと思います。カフェ車の通路側の窓は、上に大きな窓と下にも横長の窓があって、眺望と明るさは最高にいいですね。カフェ待ちの列は順調に減っていきまして、待った時間は20分ほどでした。その間、スタッフさんたちは料理を出しに行かれたり、売店のお客様の対応だったり、ワゴンサービスは多分一人で回られているのでしょうけど、皆さん忙しく動いておられました。カウンターにカフェ営業時間の案内がありました。鶴橋を出発した頃に営業開始、鳥羽を出て間もなく閉店、ということになります。さて、伊賀神戸付近で席に着きました。テーブルは窓に向かって座ります。5箇所のみかんジュースをいただいて、ご飯物はハマグリのシーフードピラフをいただきました。さすが食堂車でいただく食事は一味違いますね。とても美味しくいただきました。ごちそうさまでした。今の時代に食堂車を営業されている近鉄さんには感謝です。そして、しまかぜのカフェ車スタッフの皆さん、ありがとうございました。食べ終えたところで松坂駅の一つ手前の松ヶ崎駅を通過。大和八木駅から乗車して50分ほど過ぎています。あと30分ほどで下車駅の鳥羽なので、そろそろ自分の座席に戻ります。カフェ車の3号車の隣は個室とサロン席を備えた4号車。3号車寄りに洋風個室と和風個室が1部屋ずつあり、デッキを挟んだ5号車寄りでサロン席が3つ続きます。サロン席6人まで利用できる半個室のお席です。グループでの旅のおしゃべりとか弾みそうですね。5号車に戻ってきました。さっきは座ってない席がたくさんありましたが、今は全部埋まっています。さては皆さん、3号車のカフェ車へ行かれてたみたいですね。今走行している東松阪串田間は時速130キロで走れる区間です。通りで前回の JR 特急サンダーバード並みの速さが感じられるなと思いました。しまかぜは串田駅を通過して中央行動線沿いを流れる串田川を渡ります。西宮駅の近くで史跡西宮跡に3棟の平安時代の建物が復元されたという西宮平安の森の案内放送がありました。ありがとうございました。平安の森、あ、これか。まもなく伊勢市、
伊勢市に到着します。伊勢市駅です。そういえば大和八木駅でもそうでしたが、駅停車中に古い和楽器の音楽が鳴っています。伊勢市駅で結構下車された方がいますね。可動式のヘッドレストを動かしていると宇治山田駅に停車。ここでも伊勢市駅と同じ笛の音が聞こえてきました。宇治山田駅4分間の停車の間にシート周りをチェック。リクライニングとレッグレストは電動式、腰の部分の調節とちょっとしたマッサージ機能もありますね。テーブルは座席背面テーブルの他にインアームテーブルもあります。コンセントはこの位置ですね。足元は JR のグランクラス並みの広さで申し分ないです。配布されたおしぼりと乗車記念スタンプ、コースターはカフェで持ち帰ってもいいよと言われてお土産にしました。まもなく鳥羽に到着します。右側に JR の3号線の線路が並んでいます。もうじき私が降りる駅の鳥羽です。あっという間に1時間20分が経ったのですね。鳥羽では結構多くのお客さんが降りられました。鳥羽水族館や三木本真珠島がありますしね。島風はこの後30分ほどかけて終点の賢島まで走ります。2時間近く乗ればカフェも込みで島風という列車をゆっくり存分に楽しめるのかも。いつかもうちょっと長い時間乗ってみるのもいいですね。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。